あさみちゃんは出ても出なくてもにしました。中じゃないのか。すごい。いやこれかな。甘いな、浮いてるな。OK、頑張ろう。よいしょ。甘い。短いな。出た。かっちょいい。あーやりすぎだな。すげえいい形。絡めないな。ちょっと前行くか。あー、しまった。いやー読み勝ってるな。でもてる。ナイスコース。なんかもっとドロンドロンのボールが欲しい。ドロンドロンですか、うん、ドロンドロンのボールが、あのもっとドロンドロンのボールが欲しい。ドロンドロン、うん、あの決められない、こっちも決められないし向こうからも決められないんだけど、もうドロンドロンにこうひたすら返ってくる。だけどそのボールを打ち切れないし、こっちも決めきれないし、向こうも、いやもうずっと最初からずっと終始そう、まあどっかでパンって打ってくるボールもあるっちゃあるけど、そんなに、そう、だからそんなにエースは加わらない。最終的にじわじわ追い込まれて、結局ロブが甘くなったり、ボールが浮いたりして、そこをようやくパンって打たれるボールもあれば、それも打たれないで、ドゥルンってこう足元にシュッシュッて沈めてきたり、ドゥルンってこう前に落とされたりっていう感じで、もっとあのラリーが続いちゃうから、あのスパーンってエースはない、あのよっぽどなことがない限りから、なんか取れる感じの。相手はそうやってきますよね。ちょっとずつ沼にはまっていくやつですね。もっと来ないのよ、ボールが来なくて。打てるんだけど、なんか打ったらふかしちゃいそうな感じで、どっかでしっかり打たなきゃいけないんだけど。でも、カウさんだったら相手下がり目平行だったら、アングルを狙えそうですけど。そう、でも今、あのちょっと、なんていうの、スピンを、こう、
練習してる最中で、スピンだとスイング速度がそこそこ出ちゃう、うん、とボールが走っちゃうので、そうですね、あの本当にうまく落ちたらいいんだけど、落ちないとボールが上ずっちゃうのと速くなっちゃうボールの速度が、だからそうするとそのこれまではスライスの方がスイングをゆっくりできてボールを遅くできるから、うんうん、スライスを使ってたんだけど、まあ、スライスだけじゃダメだなって思ってて、ちょっとスピンで落としたいなって思って、まあ、ちょっとスピンを多く今使ってるんだけど、実際はもっとスライスを使う、 そうです、うん、の方がボールはゆっくり、うん、触らせて次っていきやすいです、うん、そうそうそう、で前に上がりやすいから、うん、なんかスピンで打っちゃうとスイングしてるから結局前に上がってなくて、ね、なんか中途半端な位置になっちゃって、そうなんかまだ形にならないって感じ、外せないと切り替えてすごい練習たくさん必要だよ、うん、あのトップスピンの練習だけとかスライスの練習だけじゃなくて、こう織り交ぜた練習、そう瞬時にあどっち差し込まれてるからスライスロブなのか、なんかスライスで落としていくのか、うん、ワンバンで取るのと同じぐらいさ、そうどっち使うかの判断、うん、じゃあ続きそんな感じで続きをドロン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 か、俺が一番できないやつじゃないか、ドロンドロンとか、うん、あやりすぎかな、オッケーオッケーオッケー、めちゃくちゃいい安いかな、オッケーオッケーオッケー、めちゃくちゃいい一人テンポ違う人いますけど、こんな感じ、こんな感じ、はい、でも怖いよねあ、ダメだった、浮いてる、後ろ、
あ、浮いてた。はい。あー、打ちたくなっちゃう。打てないな、あれは。あー甘かった。とろみが足りなかった、とろみが。あの高さマジ。そっちのね。あ、迷ったよ。あ、ダメだ。お願い。惜しい。あれ打って前か。そうだね。落としてるもんね。なんか見ちゃうな。そうだね。ごめんなさいごめんなさい、これはねドロドロできない。あれ私か、マイボール。霜だもんな、霜。ナイス金星。ちょっと。きちんと。いやー、ナイス配球。いやー、ナイス配球。一回ラストお願いします。はい。ナイス、ドロドロ。入っちゃダメ、あれ。入っちゃダメ。ちょっと後手に回ってるよね。え、あそこ押し込んだら。で、停してるか、あ、前爪警戒し始めてるか、ロボを警戒し始めてるか見てるから、前爪始めたって感じると、こっちはもうロボを用意する。うん。でもどっかで行かないと、そうだね。うん、多分あの決め手がないから、どっかで押し込むとか押し込まないとよね。割合的には今の爪でロブやられたけど、あのパターンはそんなにむちゃくちゃさっきからそれやられてるわけじゃないから、まあとりあえずこれで、うんうん、まあ、詰めた結果ロブ上げてきたなっていう、うん。まあでも多分いけるよね。いける。あの私はいけないけど。ね、だから押し込むとこ押し込まないとだよな。あれはね、失点、多少失点は覚悟してでもやる価値はあるから。うん、見せ絶対やった方がいいと思う。そうだね、見せとかないとよね。うん、
オッケー、オッケー、ありがとうございます。やっぱりあの、ツーアップのところ行きたい、やりたいな、もう一回。縦ログでカットして、ツー、あの、フォー。フォー出しからのログ。うんうんうん。で、ツーアップかフォー。ドロンドロンな感じ。うん、ドロンドロンな感じ。あのさっきと一緒のあのちょっとサーブつけないパターンでも上げてもらっていいですか。でカットしていきます。あ、ノーバンカットでいきます。はい、ノーバンカットで。いい、いいよ。なんかこう、この時見えてないな、なんかお二人を。うん、ちょっともう一回こっちやって。余裕があれば見れるんだな。どっちが前にいるとかがちょっと確認できてない。なんとなく並んでる、並んでるぐらい。余裕がないってこと？余裕がないね、うん、ちょっとね。ああ。あーしょ、あ、浮いてる。うん、うん、遅い。お願いします。ナイスカウンター入ってる。もう慣れてるから。甘いよ、甘い。OK。 中途半端。うまっ、惜しい。伸びちゃうな。あそこでもフォアだからあんまり使えないよね。うん、だから、まあ、打つとしたら、どうするかぐらいか。でも、たまに打っとかないと。うん、そうだね。たまに打ったらさっきの言ったように、そんなにすごいショットじゃなくていい。うん。基本クロスって富田さんに集めるのがメインで、こっち牽制球としてさらっと流せるぐらいにするから、結構回転が欲しいよね、そういう意味では。あ、ストロークね。
あの、1本目のボレー。あ、ボレー。うん。まあ基本メインだよね。そう、でも意外とこっちの方が詰めてこれてない時があるのね、うん、まだこっちの方が、こっちがもともと前だから、こっちの人の方が下がってるとか、まだ凝りききれてないっていうか、動いてる途中な時が結構あるんだけど、はい、フォアだからなーって、あんまり使わなかったんだけど、なんか使った方がいいよなーって思ったら、でも結構前にいたね。このクロスの話と一緒で、まあ、得意になるっていうショットにする必要はないけど、うん、使わないとだよね。精度よく使わないとだな、そこはね。ちょっとね、オッケー。あ、間違えた。めっちゃ待ってた。